畳変えようぜ。はい、ということで今回はこちらのね、隣にいる畳をね、変えていきたいと思います。ね、もう畳じゃん、仲良しになったからね。おいらの畳、今日も可愛いな。うん。今から綺麗にしてるかな。はい、ということで今から、はい、この畳ね、今から畳、畳じゃねえよ。今俺ずっと畳って言ったよね。はい、今からこの障子を綺麗にしていきまーす。こうか。よいしょ。実家でやった以来だからな。ノリ。こういうのってさ、あ、やっぱ蓋あるよね。蓋をこれ取ってくんだね。うん、匂いはなし。で、今なんとかノリ、はい、ノリ全部つけられたんだけど、緊張の瞬間。ちょっと待って、ここノリ、ノリついてない。一箇所忘れてた。こういう一番ちょっとジーンと張るのが苦手なタイプなんですよ、僕って。ほら、言うとれて有名じゃないですか。はい、これで好きだからね、やってみたいと思います。できるかな。やってみよう。ここでいいんだよね。ここにぴったりくっつけて、本当にこれ苦手。ちょっと待って、すっごい苦手。できるよこれ、ぴったり。こういう計算できないぞ。ここが何ミリで、ここが何ミリでって言って、で、ぴったり合わせて、はい、できたーっていうと、これできないかもしれない。お、いいんじゃないか。これでまっすぐピー、曲がってない、大丈夫、曲がってない、大丈夫、曲がってないかな、曲がってないかな、大丈夫、曲がってるよね、絶対曲がってるよね、これね。よいしょ、いいんじゃない、いいんじゃないか。あの発泡スチロールね。完成かな、これできたんじゃないかな、これ。じゃらじゃらじゃらじゃーん、ドーン、畳完成。ちょっと塩分あるのか気にしないでね。うん、まあいいんじゃないかい。うん、あ、ここくっついてない、ここくっついてないけど、まあ初めてにしては上出来ないんではないかと思う。そう自分に言い聞かす俺。うん、いいと思う。うん、結構良くないかい。で、これが多分だけど、乾いたらタリってうまくなるんじゃない、これ。きたーきたー。でもね まだあるんだ、
あとこの家にはね1,2,3,4 これ入れて5かボロッボロの、うん、障子があるから、これをね、後でこの後全部ね記念していきたいと思います。よし、これで日向であったかくうまく乾くんだぞ。よいしょ、よいしょ。わあ、すげえ。あ、泣いたー。あー、まあ後で塞ごっか。よし、2枚目のり貼り終わりました。貼っていこう。どうかな、1枚目と比べたら2枚目良くないか、かなり、うん、我ながらこれはいいと思うぞ。こっちも後でお片付けするけど、ここお片付けするけどね。いやー、神様見てくれてありがとうね。ここね、ここもピカピカにしよう。どうよこれ、どうよ、ナイスね。いいでしょこれ。ここまで綺麗に貼れたらば、ねえ、赤ペン先生は花丸でしょ、確実にね。やったー。でこれ乾いたら、ここ乾いたら、あのこういう余分なところ、これをさ、ペリペリペリってカッターで切っていって完成だ。よし、2枚目も完成。これはここで置いとくか。よいしょ、よいしょ。ああ、剥がれてきた。ここもうちょっとあれかな、糊足すべえよな。これ糊足せばまたくっつくべ。足りなかったからのいいかな。ここもビーヤービーヤーってビーヤー。あ、下手くそなの、ごめんなさい。多分僕のお父さんお母さん世代からするとまだまだ甘いねと思うかもしれませんが、ごめんなさい。よいしょ。ただできることは自分でやっていこう。よし、 OK、 ついた。よいしょ、よいしょ、いいね。うん、ちょっと線が出ちゃったけど、まあまあご愛嬌ご愛嬌。よいしょ、よっしゃ、できた。あとはこれで乾くまでのんびり待ってようかな。よいしょ。できました。ついに完成しました。やっとね、
カピカになりました。あの、これですね。これ。よいしょ。どうよ。いやー、ピカピカ。早速、カメムシが遊びに来た。ちょっと、カメムシさん。新しく変えて早々、どっから君は入り込んだんだい。まあいいけど。よし、こっちはまだ使えそうだから大丈夫だね。古い方のね。うん。ふすまじゃなくって。うん、障子。よし、ピカピカになったぜ。水道メーターが半端じゃないよ。どういうこっちゃ。今現在床下開けてます。水漏れでして、畳の下ってこうなってるんだね。初めて見た。昔の家ですね。ということで緊急で今動画回してます。はい、水漏れが発生してます。うん、4人家族、5人家族が使うぐらいの水量を使ってるみたいで、えっと思って。で、床下からシューッと音がしたんですよ。で、床下潜ってみたら、パイプから水がスプラッシュしてまして、もうそれをそれを盛大に、シュワーって。で、そこで今、ここでね、工事来ていただきました。外が今ね、ものすごい雨なんですけど、来ていただきました。本当に助かったわけです。ありがとうございます。さて、果たして一体どうなることやら。人生初水道工事。よし、いや初めてのことだったんでちょっとてんやわんやでした。はあ、床下がこうなってるんだね。はあ、今ね業者さんに来ていただいてね、ちょっと作業していただいてます。本当に嵐の日に助かりました。ありがとうございます。結構シュート音が、割れてますか。やっぱり、いやあ、ここから漏れてるんだ、シューって。あ、そこにちょっと割ったボードみたいな板が、そこに貫通してちょっとだけど、はい、多分どっちかが、無事治りました。焦った。いや本当に作業員さんありがとうございます。初めてだったからマジで焦った。次回予告。果てしない落ち葉。前とは違う種類だな。今日は何種類だ。